京急初代線停電車の OK-18、OK、系、台車川崎車両 OK 型台車は、川崎車両が開発した、鉄道車両用軸両式台車の総称である。本校では1948年に試作された、OK1、OK、から1964年に設計された、OK、OK-25B までの OK 型軸、両式台車全形式について取り扱う。1946年に、 鉄道技術研究所や台車メーカー各社が参加して、設立された高速台車振動研究会の研究成果を受けて、各社が開発した新型台車シリーズの一つであり、設計部長を務めた岡村薫技師を中心とする川崎車両の設計チームによって開発された。その形式名に関された OK は岡村技師の生徒メーカー名である。 川崎のそれぞれのイニシャルを組み合わせたものである。軸箱の上下道を案内するペデスタルを廃止し、軸箱と一体となった、スイングアーム式指示量の根元に、可動ピンを取り付け、それを介して、側枠と結合する軸量式台車の一種である。ペデスタルを持たないため修道部がなく、また横道に対して硬い軸箱指示機構を備えるため、打工道に強く直進安定性に優れるという、 メリットがある。もっとも軸量式は直進安定性に優れる反面、究極線通過性能にやや難があり、軸バネの伸縮により軸箱がピンを中心に上下方向に円弧運動を行うため、軸箱が荷重により軌道面に対して次第に傾いていく性質があり、軸箱設計、特に軸受けに用いる潤滑油の潤滑については特に配慮を要した。また、 軸箱が円高運動を行う関係上、軸挙が荷重によりわずかながら変化することから、曲線通過時の走行特性が一定しないことを敬遠する鉄道会社もあった。加えて、軸バネへのオイルダンパー取り付けに制約があったため、軸箱部の可動ピンと反対側に、側枠両端から二段リンクを接続し、その摩擦力で上下動を抑制させる設計が採用されたが、 高速走行時に小刻みなピッチング現象が発生しやすいという特性は完全には解消できなかった。このため、高速走行時の優れた直進安定性は高く評価ありがとうございます。